越後つまり里山現代美術館モネは、新潟県十日町市本町6にある現代美術を収蔵した美術館。十日町の名称の元となった石器市をイメージし、県域全体の人物、情報が交差する場として、京都駅や札幌ドームで知られる建築家、原小路氏が設計。コンクリート打ちっぱなしの正方形の建造物であり、真ん中は、 屋根のない吹き抜けで通常時は池になっているが、当期は、雪原、3年に一度の大地の芸術祭の期間中は、特別展示の会場となる。1階は十日町手作り市などの催し物会場として使われるほか、温泉、明石の湯が併設されている。2階の回廊には常設展示、ミュージアムショップ、カフェレストラン、越後市などがわばる。 コミュニティ FMFM と岡町のスタジオと事務所がある。道の駅クロス1010日町が隣接しており、付近は大地の芸術祭エチゴつまりアートドリエンナーレの10日、町エリアの観光拠点として観光客を集めている。10日、超高域市町村県のニュー、新潟座塗装プラン、エチゴつまりアートネックレス整備事業における拠点施設の一つとして建設され、 2003年開催の第2回大地の芸術祭エチゴつまりアートトリエンナーレに合わせて同年7月にグランドオープンした10日町ステージエチゴつまり交流館キナーレを前進とする。同館は吹き抜けを有する回廊を胸に着物歴史館や体験工房館和装工芸館楽市楽座、キナーレ市多目的ホールを備え温泉胸に日帰り温泉 明しの湯を備えていた。きなあれの言葉の意味は、この地域で使われている方言で、この場所に来てくださいという意味である、きなされと、十日町地域の特産品である着物を着てくださいという意味である、きなされという意味をかけてつけられたもので、公募して集まった多数の候補の中から一番ふさわしいものとして選ばれた愛称である。 なお温泉棟をめぐっては、建設見直しを公約に、滝沢新一が2001年に市長当選したが、議会の反発で撤回した経緯がある。2012年に開催された第5回大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレに合わせて、設計者原孝二によりリニューアルされた際に名称が越後つまり里山現代美術館木ナーレとなり、2階部分が現代美術館となった。 2021年のリニューアルの際に現名称となった。2021年には、首都、良品計画が結んだ連携協定に基づく地域活性化事業として1階にコミュニティスペースが新設された。ありがとうございます。